東日本は全国武将たちがこぞって勝ち上をつける日で、1点目は飛鳥さんが競ってくれてる時にいつもこぼれてくるので一番早くボールに触ろうと思って狙ってました。こぼれ球は来るなって思ってたので、いいところにこぼれてきてくれて、みんなも中で競ってくれたので感謝したいです。今まで途中で出ることが多くて、チームを勝たせるようなプレーはあまりできてなかったので、自分が決めたんですけど、みんなで勝ち切れたので良かったと思います。まあ、守備は継続しながらしっかりやりきれたことで、まあ、セットプレーも奪えて、まあ、セットプレーは自分たちの武器にもなるので、ね、そういった形でしっかり点が取れたのは良かったのかなと思います。攻撃の作りのところに関して言ったら、まあ、センターバックとサイドバックとサイドハーフの連携の部分であったりとか、まあ、そこら辺の動き出しのタイミングは良くなってきたのかなと思います。目の前の1試合1試合をしっかり向き合って、選手たちもとも共有しながら戦っていきたいなと思います。